はい、じゃあ続きいきましょう。文章ですね。まずは、このトムは S でしょ。そして直後、ゲイブ、与えたという動詞だから、これ V ですね。では、与えたっていう動詞が来たので、次にどんな内容が来ますか。トムは与えたんだって。何をってなりますよね。この動詞の意味から考えると、後ろにトムは何を与えたのかっていうふうに疑問に思うでしょ。それが文構造として続きます。で、実際に与えられた品詞に従ってちゃんと取り切るようにしましょう。で、直後、me という私と来てますから、こいつ名詞ですよね。ですから、もちろん目的語として取るんですけど、トムは私を与えたと訳すと明らかに訳が変なんで、こいつは確かに動詞の直後に来る O ではあるんだけども、これは O1 という私にと訳す、いわゆる間接目的語なんですね。これは第四文型という形で初めて出てくる構造になります。SV と来て、ね、本来 O というのは 何々をっていうふうに訳すものが多い直接目的語ですが、この第四文型、与えるの場合は誰に何をっていうふうに先に人が来ることが多いんですね。ですから動詞の直後に人が来た場合、誰々にって訳すことが今後あり得るでしょう。じゃあここまで、トムは私に与えた。じゃあ何を与えたかってなりますから、後ろアンという冠詞が来て名詞が来るでしょうね。エクスペンシブっていう単語は高価な、高いっていう形容詞だから、こいつは直後の名詞カーにかかる修飾語ですね。いわゆる M です。はい。じゃあ An expensive car っていうふうに、こいつが名詞となりますから、これが目的語というふうに働きます。 O1 と O2 ですね。ちなみにこの O1、O2 っていうのは私という対象物、車という対象物、別物だから、これはイコール関係にはなりません。O1 not equal O2 という形でよく言われますね。はい。で、これで正しくギブが O1、O2 という形をとって、トムは私に高い車を与えたというふうな正確な訳になりますね。いいでしょうか。こうですね。では、次に行きましょう。こいつですね。ニック S。で、メイド V。ニックは、はい、メイクした。単語の意味は何でしょうか。それによって品詞が確定したりとか形が決まってきますが、ここで問題はね、メイクっていう単語はいろんな訳し方がありますね。ここではニックが作ったっていうふうに訳すと、作ったってことは何をかって目的語がいりますが、私を作るっておかしいでしょ。ですからこれはね、後々出てきますが、これはさせる、する。実はメイクにはよく使うさせるするといったいわゆる刺激という訳し方があります、ね、刺激。だからニックはさせるんだってとなった時に、じゃあ誰をどうさせるかというふうに、誰をっていう目的語だけじゃなくて、後ろに very happy、 はい、very はとてもという意味の副詞なんで、こいつが直後のハッピーという形容詞にかかると。ですからこの副詞と形容詞で一つのセットになったため、こいつがどんな文構造かっていうふうに特定しないといけません。で、今回はこれが形容詞の塊になっているわけだから、ここでは文構造上 C にという形になります。で、この場合 O と C というのは、ね、C という構造を振り返ると、これはイコールになるものという意味ですから、私イコールとても幸せだという方式が成り立ちますよね。ですからこれは SVOC という文構造、私と、幸せだというのはイコール関係でしょ。で、このように今回はこの動詞がニックはさせたのだ、私をとても幸せにさせた、はい、ニックは私をとても幸せにした、まあ、これはどちらでも今構いません。で、このように、メイクをさせるするっていう、いわゆる刺激っていうね、訳し方で使う場合は、誰かを何かにというふうな構造を取ることができます。これが1点目でした。
はい、もう一ついきましょう。では次、ボブ、S ですね。で、ファウンド、V。ファインドっていう単語もいろんな訳し方があって、これは発見する。ボブが発見したんだってっつったら何よって目的語で終わりでしょ。ですが、このファインドには、ね、何々だと分かる。ボブが分かったんだってとなりますよね。で、分かったんだってってことは、後ろに、はい、these、これ形容詞で、books にかかると。これで一つの名詞の塊ですから、O という構造。はい。で、これで、ボブがこれらの本を分かったんだってとなると、本をどうだと分かったのか。本がどうだと分かったかというふうにまだ補足語がいりますよね。で、後ろに interesting っていう形容詞が続いてるから、こいつは補語として使います。大事なことは、この interesting は形容詞で、確かに名詞に修飾するという役割を持っていますが、原則的に形容詞は一語の単語では、名詞にかかるときは、前から後ろにかけることになりますから、今回は修飾語として果たしません。はい。ですが、一応僕が言いたかったのは、このように、ボブが分かったんだって、これらの本を、じゃあどうだと分かったか、面白いんだってね、というふうに、前から後ろに、左から右に、このように、動詞の意味を中心として、構造を考えていく力をつけていくってことを、まずは第一としてほしいですね。はい。まあ、これが、まずは、1番から5番まで説明した、第5文型の基礎になります。とりわけ文型というものの威力はまだそんなには言ってませんけども、この与えられた型、単語の意味に従って品詞があって、その品詞が実際文構造というのを導き、文型というものの中に必ず当てはまるっていう、これをまずしっかりとできる限り返り読みせず、前からできるように徹底していただきたいというふうに思います。はい。では次回は何をするかというと、単語、これ動詞中心にいろんな文構造を取りますが、実は一つの動詞に一つの訳とは限りません。メイクには作るもあるし、させるもあるしね、まあ行くとかもあるんですよ。いろんな訳し方が分かれますから、そういった場合、要はもう少しね、実践的な英文ではどうやって文構造を取るのかって話も続きでやっていこうと思います。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。